Asia の Ja にあたるこちらの発音記号の音を練習していきましょう。こちらの音は SH のシシシシ、この音が濁った音です。ですので先ほどの SH とセットで練習すると、上達が早いです。こちらの音、先ほどの SH の、復習を兼ねてもう一度、この口の形やってみましょう。動物をシシってやるときのように、舌先が上に当たらないようにシシシシ、これができたらこの口の形で濁った音を出してみましょう。では真似をしてください。こんな感じです。ジジ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 、この音はちょっと口先ですね、少し、SH の時説明しなかったんですけど、ちょっとだけアヒル口少しだけこう突き出すように、こんな感じ。シシジジシジジ、このように、口先を突き出すと音がきれいに、こもった音がきれいに外に出やすくなります。ジジジジ、この音ができたら次のステップでアイウエオを入れてみましょう。では真似をしてください。ジャジジジジョ、ジャジジジジョ、ジャジジジジョ、これができたら次のステップです。こちらのエイジェ、この A ですね、二重母音で A、 エイジェという発音になります。でここに注意して、真似をしてください。エイジェ、エイジェ、エイジェ、何度も練習して自分のものにしていきましょう。